DJ だったの。DJ やったな。シールがめんどくさいやつ。どうしたんや。あ、これかな。これだね。食べ終わってね、ちょっと勉強してます。これ作ったら。お、これはバレンタインのチョコ。お母さんにくれるの。うん。返事が間があるけど。ハニー。だね。あれユキ何飲むの？これラガー。ラガー。どっちがいい？あ、こっちラガーか。これ三人からお花のプレゼントしてくれたんだよね。これはお父さんたちの結婚記念日ということでね、もらいました。じゃーん。サーヤのね、傘が壊れてしまったので、新しく買ってきました。これね、お母さんチョイス。え、めっちゃ可愛い。可愛いよね。おー、あ、綺麗じゃん。で、今日もね、これからチェックです。はい。じゃあ、いってらっしゃい。じゃあ、頑張ります。はーい。どう勉強の方は？あ、今ね、単語やってます。単語？うん。今さあやはね、期末試験の勉強中なんだよね。うん。あと3週間ぐらいだっけ？そう、あと3週間ぐらいね。今日は休みでちょっとね、1日勉強してたので、これからね、ちょっと映画見に行こうかなと思って。え、やったーね。そうそう、やったー。で、今みんなだいたい支度できたから、ちょっと行こうか。何やってんの？ほら、来たよ。何やってんだよ、もう来たぜって言ってるよ。じゃあね、映画を見に来ました。はい。楽しみだね。めっちゃ楽しみ。ね。コンディニスマン GK だったのね。何？コンディニスマン GK？ え？どう JK。 JK。 女子高生。 JK。 コンディニスマンJK。 女子高生の詐欺師の話ですね。コンフィデンスマン JK。 そうか。 JK。 JK。 じゃあちょっとね、ご飯食べたいと思います。いただきます。このハッピーセット、ムーミンだね。うん。開けてみようか。レイカはね、いらないっていうから、シンカリオン、ユキオにもらいました。おー、シンカリオンって何？これは何？砂時計。あ、そこがね、回るんだね。砂時計、面白いね。これシンカリオンだって。せーの。じゃーん。お、なんだこれ、新幹線。お、勇気の好きな青じゃん。なんか下に人が埋まってる。人が埋まってる。え、ほら。これ勇気、ほら。シャキーン。なんかこう、どうなるんだ、これ。どうなるんだろうね。あ、こうなるんだ、こう、ほら。勇気、ほら。やったなー。シールがめんどくさいやつだ。お父さんにやってもらおう。サーヤが初エビフィレオ。はい。どんな味なんだろうね。え、おいしい。エビ？エビだ。エビだ。めっちゃおいしい。あ、終わった。今太鼓の達人で遊んでます。はい、チーズ。あ、これかな、これだね。英雄編ね。コナンだ。ね。じゃあ時間だったのでね、映画行きたいと思います。はい、じゃあ行ってらっしゃい。じゃあね。バイバーイ。子供たちがね、映画行ったので。お父さんお母さんはね、スタバでお茶してます。ゆうくんは寝ちゃってます。ゆうくんのジュースも買ったんだけどね。ねえ、ゆうくんはね、起きたら飲みたいと思います。やっほー。どう、勉強やってる？うん。今日はね、土曜日で学校休みなんだよね。うんうん。朝から何やってたの？ね、まずタブレットで勉強して、うん、で、あと塾の宿題やって、ピアノやって、うん、で、今ね、理科の期末テストに向けて勉強してます。あ、そうなんだね。うん。今日はね、午後から塾なんだよね。うん。あ、じゃあ頑張ってね。頑張ります。はーい。で、今は塾に行く支度？うん。今ね、お母さんがね、ご飯作ってくれてるから。うん。ね、食べたら行くんでしょ？そうそう、食べたら塾に行きます。うん、いただきます。
これはポケモンセンターで買ったお皿だね。そう、私ピカチュウ。シノが？で、私がミミって。ミミ。わからない。見えない。隠れちゃった。シノ見えるやつ。で、あとヤドンがあったんだっけ。ヤドンがいる。まあ余り物みたいな。おいしい。下手な人がいるよ。下手なのかい。おいしい。あっちにも下手を発見。じゃあお父さんね、その残った宿のお皿使います。ごちそうさまでした。はい、じゃあ塾行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。兄ちゃん行っちゃったね。俺何持ってんの？妖怪ウォッチの感じだな。あ、両方よ。ジバニャオフグ。ちょっとね、ゆずをね、取ってます。どう、取れそう？うん、取れた。切れた。おー、はい、じゃあいいじゃん。近い。はい、切った。取れた。ちっちゃい、ちっちゃい、もうちっちゃい。いっぱい取れたね。うん、ね、ダンボールいっぱい取れました。ウチゴのクローブ。あ、本当だ、見つけたの。これで遊ぶの？開けようか。せーの。えっと。これ恐竜がいる。ガーッ。お、ユクが今ロボットと戦ってます。ロボットがバラバラになってます。戦ってんの。勝った？お父さんがやれて。勝ったね。強い。あ、ダメだったの。勇気の勝ち。じゃあ全部ね、洗い終わりました。めっちゃいっぱいだね。数えるの。で、これはね、おじいちゃんおばあちゃんにね、送ってあげたいと思います。で、さやね、塾から帰ってきて、今ちょっとね、ココスにご飯食べに来てます。さっきね、ちょっとブックオフにね、ちょこっと寄ってたんでね。で、みんな何買ったの？うん、間違い探し。間違い探し。私は背景の。背景。あ、小説版なのね。今集めてるんだよね。白いタピオカ飲んで。それね。うん。裏表紙がね。じゃあ。これ、あ、両面格子になってるんだね。ええー、すごいじゃん。ちょっと特別な感じだね。ここも違う。ギターラビットは。の、これ三冊ある。ああ、セットのやつ。そう。いいじゃん、いいじゃん。これは、このミンティアですからな。ミンティアね、激辛。で、今、料理が来る間ね、勉強したり、読書したりして待ってまーす。僕は相変わらずミンティアに住んでまーす。あ、美味しそうじゃん。うん。いただきまーす。はーい。いただきまーす。食べ終わってね、ちょっと勉強してまーす。お、今何やってんの？今ね、これ作ってます。お、これはバレンタインのチョコ？うん、ガトーショコラバン。お母さんにくれるの？うん。返事が間が、間があるけど。あ、うん。足りない。あ、じゃあお父さんに30個あげるの？あ、30個作れるんだ。すごいね。いっぱい作るね。お父さんに30個あげるの？お父さんにはあげないの？いや、違う、あげるし。あ、そうだ、昨日余ったらくれるって言った。違う、それは違う。違うか。2つ作ります。はい、じゃあ頑張ってね。うん。お、バター。うん。あ、でも切れてる。缶切りじゃない？缶切りだよ、それ。違う、力を下に入れてる。それ缶切りの開け方で。じゃあ牛乳とバター入れます。はい。じゃあ、あとはバターを。おぉ、本当にぼっちゃーだったね。あ、だいぶ溶けてきたね。うん、グラニュー糖を入れます。180kg だって。180kg じゃん。やばい。180g ね。いい香りする。あ、もう香りする？うん、バターの香りする。あ、そうそう、こいつがめっちゃいい香り。じゃあ卵入れます。はい。バナが出たな。じゃあ混ぜます。じゃあガトーショコラミックスも入れて混ぜたいと思います、うん、はい。あともう少しでね。簡単にできそうだね。うん、なんか前ココア作った時、うん、こんな感じ。それ飲んだわ。
せた。なんでこう、ココアでむせるわけ？え、なんか、粉が浮いてたの。おかしないよ。むせ飲んだら見せたい。何やってんの？もうだいぶ混ざってきたね。うん。おー、チョコレートって感じ。ね、美味しそうだね。うん、じゃあ、混ぜ終わったので、これに2つに分けて入れたいと思います。うん、はい。ドワーン。あ、動いちゃった。ドバドバドバ。今空気抜いてます。だいぶ平らになってきたね。うん。じゃあ、オーブンに入れて25分焼きます。はい。楽しみだね。そうだね。今ね、焼いてる間にちょっとね、勉強やってます。はい。今ね、レイカもね、バレンタインのチョコ作るんだよね。うん。チョコタルト、うん、これをじゃあね、これから作っていくね。はい。え、これお母さんたち？あ、お父さんも余ったら作ってあげるって言ってた。お母さんとお父さんも？じゃあ余ったらいいよ。余るのかな。6個6個で12個で余るの？あまりもあげんの、お父さんに。え、何人にあげんの？6人。6人。1人2個あげたら終わっちゃう。終わっちゃうね。いいじゃん。じゃあ作っていこうか。うん。じゃあ並べます。はい、全部入りそう。あ、うん。じゃあ次はね、チョコレートをね、湯煎していくんだね。うん、美味しそう。これ溶けるの？お、だいぶ溶けたね。うん。じゃあ牛乳をね、大さじ2杯入れます。はい。じゃあ溶けたので型にね、入れていきたいと思います。結構多いでしょ。均等にね、入れてってね。よし、できた。うん。これでじゃあ冷やすだけだね。うん。はい、じゃああとはね、冷蔵庫に入れていきます。はい。入った。うん。じゃあこれでね、冷えるまで待とうか。うん。じゃあ出します。はい。わあ、美味しそう。おー、美味しそうだね。食べたい。これ美味しそうだな。じゃあもう一個も焼きたいと思います。はい。よし。楽しみだな。ね、楽しみだね。じゃあこれで焼き上がりを待ちます。はい。冬季は体だだん体操やってます。上手だね。じゃあ16等分に切りたいと思います。はい。めっちゃサクサク。なんかね、サクサク言ってるね。かわいい。ね、かわいくなるね。じゃあかけます。はい、これはココアパウダーだよね。はい、いい感じじゃん。うん。じゃあね、これからね、詰めていくんだね。うん。できた。1個目、完成。じゃあ今ね、ラッピングしてます。はい。ね、お父さんはその間にこのね、作ったガトーショコラ食べてみたいと思います。おお、あ、パリパリだね。外側がパリパリで中ふわふわって感じだね。いただきます。あ、おいしい、おいしい。おー、いい。あ、この食感いいね。そのパリパリふわふわそのまんまだね。今ね、さやのね、勉強で使うこのチェックシート買いに来ました。チェックセット、うん、ね、ラインマーカーの、ね、あ、ほんと、うん、うん。じゃこれね、買って帰りたいと思います。はい。ね、ちょっとね、ご飯をね、食べに来ました。で、明日は何の日かわかる？結婚記念日、ね、ということで、みんなでね、ちょっとご飯を食べに来ました。イエーイ。で、ちょこっとね、お祝いをしたいと思います。イエーイ。ごきげんだね。うん。ごきげんだね。あれ、ゆき何飲むの？あ、これこれラガー。あ、ラガー、どっちがいい？こっちラガーか。今ね、待ち時間中に席を取りね、携帯ゲームやったり勉強やってます。どう、勉強ははかどってる？うん。ゆうきがラガーを狙ってラガーゆうき、乾杯。乾杯。ありがとう。ムージーがちょうどいいサイズ。そうだね。ユキ君今ね、ズッキーニ頬張ってるんで。美味しいね、美味しい。ニコニコしてね。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。これも美味しそうだな。美味しそうだよね。
今ね、さや学校から帰ってきて、お母さんが作ったね、ガトーショコラ食べてます。はい、めっちゃ美味しいよね。うん、めっちゃ美味しい。もう一個食べる、ね、お父さんもね、さっき食べた。今日はね、ピアノなので、今ね、ちょっと練習中です。はい、すごい声が聞こえる。シノが歌っている。めっちゃ大声してた。オペラかと思ってじゃあね、さやね、今塾から帰ってきました。はい。それでね、じゃーん、これ、ね、3人からお花のプレゼントしてくれたんだよね。うん、これはお父さんたちの結婚記念日ということでね、もらいました。はい。ね、かわいいね。で、これはね、飾りたいと思います。やった。今何やってんの？今ね、チェックペンやってます。お、チェックペンね。あ、この間買ったやつだね。うん、これ覚えるところを引いてるんだ。ああ、それで、あの赤い下敷きで隠す感じ？そうそう、ほら、こんな感じで。あ、見えなくなるのね。うん。今ね、学校から帰ってきて、これから塾なのでね、ちょっと腹ごしらえしてから行くそうです。なかなか飽きません。どうやって開けるんだろう、今日はね、部活帰りなので、ちょっと塾今ギリなんで。急がなきゃいけないのに飽きません。あ、そうだね。美味しい。え、めっちゃ美味しい。あと3分で食べていくんでしょ。ねえ、もう時間ないんだよね。うん、ほら、今早くって言ってたよ。じゃあ行ってらっしゃい。行ってます。じゃあ頑張ってね。うん、今日はね、土曜日です。はい、今日はさや塾なんだよね。うん、うん、お昼食べたら塾に行きます。はい、今ね、お母さん用意してくれてるから。うん、ね、もうちょっとでできると思うよ。お腹すいた。わ、なにこれ。これ何？お母さんがね、用意してくれてた。やだ、これ美味しそう。ね、美味しそうだね。いただきます。はい。あ、美味しい。このさ、ゆず大根も美味しいよね。うん、大根丸々1本つけたの。ほら、丸1本。ほら、ね、だいぶ食べてるね。ね、山盛り作ってたもんね。じゃあ、いってらっしゃい。行きます。頑張ってね。うん、じゃあね。バイバーイ。はーい。今日は日曜日です。はい。今何やってんの？今は理科の問題集解いてます。うん、今日は前にさ、みんなと1時間勉強しようっていうのを撮ったでしょ？うん。それを撮りたいと思います。おー。今から大丈夫？1時間。うん。じゃあちょっとセッティングするので、じゃあ撮りたいと思います。それはね、ちょっと別の動画で出したいと思うので、皆さん一緒にね、勉強してみてください。してみてください。一緒に勉強頑張りましょう。じゃあこれからね、サーヤは友達とね、勉強しに行くみたいです。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。さあ、今ね、塾から帰ってきたとこです。はい。え、どうだった？はかどった？うん、結構ね、できたよ。あ、ほんと？うん。今日はレイカとシノが空手だったんだけど、ちょっと買い物してきたの。うん、え、そうなんだ。うん。え、じゃーん。かわいい。え、かわいい。さやのね、傘が壊れてしまったので、新しく買ってきました。え、めちゃくちゃかわいい。これね、お母さんチョイスです。え、めっちゃかわいい。かわいいよね。おー、あ、綺麗じゃん。めっちゃ、え、っていうかさ、結構さ、あれ、いつもさ、うん、バッグとかさ、肩とかさ、もうちょっと小さかったから濡れてた。あ、これはちょっと大きめなんだね、前よりね。うん、あ、いいじゃん、いいじゃん。え、いい、かわいい。ね、あ、いいね、よかったよかった。で、さらに、じゃーん。何これもね、なこかさんがね、選んで買ってました。あ、あれか。あの、パジャマの上とかに。そうそう、部屋さ、ちょっとね、2階でやってるとちょっと寒いんだよね。うん、なので、これ上に着れるやつ。え、やったー。ね、これだったらあったかいんじゃない、うん、ね、あったかくて寝ないようにね。さらに、あ、なにこれ。なんかね、おまけてくれたんだって。あ、かわいい。え、ポンポンだ。チャームもなんかついてる。うさぎだ。そう、うさぎかわいい。ね、お、どう？
あ、これ羽織ってるんだね。うん。あ、いいじゃんいいじゃん。結構あったかいよ。あったかい？うん。ね、あったかそうだね。うん、もこもこ。これでじゃあ部屋でも寒くないね。うん。今日は祝日なので、お家でね、勉強していて、で、今休憩でちょっとね、バレーボールやってます。うん。やってた。何やってんだろうね。おぉ。じゃあ今日もね、これから塾です。はい、じゃあ行ってらっしゃい。じゃあ頑張ります。はい、じゃあ今日はテスト2日前です。はい、ね、いよいよだね。うん、一応全部テスト範囲も終わりました。おお、またね、公園に遊びに来ました。ゆうき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 と滑り台です。せーの、できたね。じゃーん、お土産です。え、海に。ということで今日はテスト1日目どうだった？うん、国語がちょっとやばい。今日はね、サーヤのテストが終わったということで、これからちょっと遊びに行きたいと思います。